モンハナシャコは、シャコ目、ハナシャコ科に分類されるシャコの一種。東南アジア、ミクロネシア、インド洋、台湾の海域に分布する。日本では、相模湾以南に分布する。体長15センチメートル程度。体色は、青緑色と赤色、と様々な色をしている。目柄は青色、汚染の円は赤色からなり非常に鮮やかで目立つ。 浅い海のサンゴ礁や砂底に穴を掘りその中に生息する。肉食性でホワシを高速で打ち出し、貝などを割る。掘った巣穴をサンゴの残骸で補強するなど、地性的な一面を持つ。ホワシは海性動物最速の速さでパンチを繰り出すことができ、その加速は体長15センチメートルの時点で22口径の拳銃に匹敵する。そのパンチ力から、 海のボクサーとも呼ばれる。そのパンチ時の腕の速度は大きく、腕の周りの水が瞬時の沸騰をして、キャビテーションを発生させるほどである。また、主に車庫同士の縄張り争いなどで、ホ足を展開し先端をトゲ状にした状態でパンチをすることがある。他にも、モンハナ車庫の目は10万もの色を識別できる。それは、人間の10倍であり、他の生物には知覚できない。 円変更を見るなどの高い資格を持つとされる。ありがとうございます。